ここに来て反乱軍敵になる。バイ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 。いやまあちょいちょいちょっと邪魔くせえなと思っていや確かに引いてくるし、車でステルス行動しようとしたら邪魔してくるしパックはわけわかんないところにヘリ落とすし、いや多分それ裏切りの前兆かも。そんな裏切り、ああ時間制限ある。ちょっとヘリの方がいいんじゃないの。待って、反乱軍、反乱軍来てる、反乱軍。これこいつら全員敵。ヘリ呼ぼう、ヘリ。待って、乗り物要請できねえ。なんだと、車行くぞ、車。乗れ乗れ乗れ。何それ。あ、そっか、裏切られてるから。そうだ、呼べるわけで。ここに来てね、つけだわ。おお、なんだってんだよ。パックなんか緑色に撃たれるのか。緑色に撃たれる。パック、お前はずっとずっとお前はヘリを呼んでいればよかったのに。お前お前お前、危ねえ。大丈夫、俺オフロードだから。ワイルドランでしょ。あ、起きて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 。バカ野郎。追ってくる。できそうな雰囲気あるまで。もうちょっと先、あ、いるわ、枯れてる、いるわ。先に枯れてるわ、いる。トラック置いてある。本当だ、トラックで行こう、この際。なんか封鎖してるんだけど。本当だ、え、何これ、もしかして、道を無視しろと言ってんのか。へぇ。いや、いただいちゃおう。そのまま突破しろってことじゃない。あ、封鎖線気づいてた。面白いじゃねえか、わら。これでいけそうだけど。行くぞ、突破しろ。ドカン。モロカさん、ボリビアの農業を甘く見てたみたいだな。いやー、行動何も走ってないから楽だわ。左左。あ、左。そっちじゃない。左って左。戻って戻って、ダムを取んないといけない。なるほど。そっか、今道映ってないのか。運転変わるわ。あ、でも全然攻撃してもないよ。早く乗って乗って乗って。なんでそこまで行ってる。いや、ちょっと進んでっちゃった。車の運転向いてないんじゃない。突破。やばいやばい。よいしょ、パコン。すげえこれ。パコンパコン。ドア楽しそうだ。押せ押せ。ドミノ倒し状態。ストライクショット。いや、ドットはやめなさいね。あれ、これ勢いつけないといけない。あれか、間に合うかな。おお、ドットドットドットド。なんだよ。ノブね。そんなに跳ね上がっちゃうとは。迫撃撃ってんのか。当たるわけねえだろ。え、反乱軍いる。危ねえ危ねえ。反乱軍とカルテルのいざこざだとは言ってたけど、我々を裏切んなくたっていいじゃない。本当よ、真っ暗だし。暗い。ちょっと危ねえ。ここで事故はあかん。あと5分しかね。道を開けてください。やばい、ミスト化になる。やばいやばい。あと 1.5 キロ。戦車すごいな。降ります。おお、ひっくり返った。始まった。車を奪うぞあいつらから。そうだね、 APC はスピード遅いから車しないとダメ。うん、いててててしかも重装備だし。
後ろ後ろ後ろ。待て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 。死ぬ死ぬ死ぬ。ああ死んだ。というかなんで最初からなんで車が一回ってあのままあの状態で一回転するの。よくわかんねえよな、なんか。だから一番最初の車をね、いきなり横転させたのが痛かったね。よし、すぐ行くぞ。OK。これ。コンタクト。お前乗る場所はそこか。ただね、公道をずっと走ってるね、余裕なんてないわけですよ、かといって。だからここは運に任せる。運に任せる。危ない危ない。いやロックそったれ反乱軍め。よし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 。した場所だぞ。おーし、いい。ここまで来ればまあとりあえず行ける。あとはお得意のカーチェイスを。なるほど。ユニダット？ユニダットが襲ってきて、ぞなんで、お前らお呼びじゃねえぞ。敵は今カルテルと反乱軍じゃん。やぶね。いや封鎖線だらけだ。ずっと行ったここ。これこのまま降りたらやばい。やばいな。降りちゃった。オッケー引いた。ナイス。オッケー。ここもあまだ時間制限続いてる。サプレッサー外して突破しよう。オッケー。フラグ待って、ユニダットヘリ落とすか先に。落とした。突破だ突破。まだいるぞ。あ、いた。ん？あ、まだ結構上だな。結構前に来た。ちょっとね手間かかった場所だった、うん、これどっから上登るんだ。そっちだ。またユニダットのヘリだ。めんどくさいな。もういやもうとっとと上行っちゃおう。迫撃砲。ああ右行けない。さて、あれこのもやはどこだ。オッケー。おっとっと、まあ、ストップストップストップ。やった。ヘリ落とそう。絶妙な位置。オッケー。はい進め進め。結構ギリギリだな。あと4分。見えねえ。いて、いて、ちょっと待って待って待って。
はい、蘇生。ナイス。いてててやろう。ちょっとここラストステージ感が強すぎるな。ほんとよ。まだ上ある。いやきつ。慎重に行こう。くっそ、普段なら傭兵を呼んでやるところなのに。うん、出てて、あ、スナイパーいた。危ねえ。とりあえず、あ、もう左側から行けるかな。ターゲット排除。OK、まだおるぞ、少し湧いてる。湧くな。OK、もうちょいだ。 OK、 ここで死んだらしないなら、グレネード投げてこう。あ、入ってる。どこだこれ。ターゲット排除。よし、着いた。開ける。両手を上げろ、早く。構わんが、残念ながら今手が塞がっている。どこなの？顔を拝ませて。置くんだ。いいだろう。アディアス、セニョール・カタリ。撃たれたくないんだったら5秒以内に膝をついて手を頭の後ろで組んで。電話に出た方がいいぞ、ボーマン捜査官。はい。はい。はい。意味が分かりません。しかしそれはできません。ですからそれはお願いします。私は。でも、はい、わかりました。クソ、クソ、クソ、ボーマ、くたばれ、腐ったれ。どうしたんだ。ボーマ、全面面積を、こいつ取引して。誰とだ。誰って、司法省よ。おい、待てよ、まさか。他のカルテルの首を4つ差し出した。ヘロインを密輸してるテロ集団も。ライバル組織か。お前、一体何をしたんだ。だから言っただろう、力があれば他はついてくると。さて、申し訳ないが、セニョーラ・ボーマン、昨日までは敵だったかもしれないが、今日は私の運転手だ。上司のところに連れて行け。ごめんなさい。ボーマン、よせ。夢はおしまい。これを見てるってことは、私がエルスエーニを処刑したってこと。みんな私がイカれたと思うわね。正気を失ったんだって。でもそれは違う。全て承知の上でやった。あのクソ野郎は私の友人を拷問して殺した。仲間の首をはねた。何千人も虐殺した。それが自由のみ。そんなこと私の目の黒いうちは許さない。リッキーに関する情報を握ったスエーニョに怖いものはなくなった。ここで問題よ。
麻薬王に免責を与えるとどうなる？そう、独裁者になるわ。麻薬王は排除できるかもしれない。でも独裁者は？工作員4人じゃとても無理よ。私のキャリア、自由、命が南米の人々より価値があるわけじゃない。誰もが賛同してくれるわけじゃない。だから私はきっと殺人罪で連邦刑務所に入ることになって、この先45年か一生臭い飯を食べることになる。今頃 CIA が公式声明を出してることでしょう。問題の諜報員はすでに当局に雇用されておらず、上司の制止に反して行動した。彼女の行為は内外における諜報活動に重大な害をもたらしたってね。まあ彼らの言う通りよ。私だってそうするでしょ。恨みはしない。ただボリビアが心配。パック語りなしじゃ反乱軍は内紛で自滅する。ユニダットは新たな犯罪組織と手を組むでしょ。サンタブランカの残党が分裂して小さなカルテルが生まれる。ヌエバ・フロンテラ・カルテル、バリオ・ファミリー、エルス・エイノの子供たち、コカをめぐって殺し合いを続けるのよ。時々思うの。あの葉っぱがもたらす最悪を神様が知っていたら想像したのかって。もしくはあえて想像したのか。もうわからない。私が答えることじゃないわ。だから最後に、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスの最後の言葉、この芝居がお気に召したのならどうか拍手喝采を。ボーマンアウト。バッドエンドなの？バッドエンドっぽいな。なんか面積したけど殺しちゃったし、うん、確実に牢屋行きですよボーマン。ただしもう一つのエンディングが我々は見れるので、うん、今のをもう一回やってみるか。あ、もう一回入ればいいんだ。そう。ん？お？ミッションを 100% 完遂させましょう。リプレイできます。あ、新たなエンディングが解放されましたって今出てたな。で、勢力図の、待って、エルスエイニョの解放された武器をちょっと見てみたい。あったな、なんかどうなんだろう。最後のミッションも相手は分かってるから、もうどんな武器でも使ってもいいから、ゴリゴリの強武器固めでいいんじゃない。これにアタッチメントも全部あるんだから。なんといっても、じゃあ俺スパス使おうかな。で、さ、サプレッサーも外していいし。ショットガン初めて使うな。これか。パック語りによると、反乱軍の一人がエルスエイノの居場所を突き止めたかもしれないそうよ。直接行って情報を聞き出して。俺が操縦する。行くぞ。あ、途中までサクッとやっちゃおう。うん、多分殺したってことはさ、別パターンのエンディングって殺せないパターンなんじゃないか。なのかな。そんな気がする。ヘリポートに止めておけばいい。止めとくか。はい、これでいけたらやべえな。
けたら超楽なんだけどな。本当よ。ボマン。でスキップして。ヘリある。余裕だな。ムービー飛ばして、ムービー。飛ばした。オッケー。反乱軍だ。反乱軍、てめえらは死去。ただ降りる場所にも気をつけないと、ヘリが使えるからといって。は？は？敵のヘリだ。いや、おかしいでしょ。楽はできねえよってことかい。ちょっとこれは死ぬかもしんない。死んだ。マジかよ。先にヘリ落とせば乗れたな今の。ですよね、わら。ヘリ壊されたんだな。ちょっともう一回呼んで置いておくか、ヘリ。つかヘリポートなんて真面目なとこ置かなくていいでしょ、もう。そうだね。真面目さがちょっと。これしとっか。うん。俺めっちゃ倒してるけど大丈夫。いやーもう効率中になってる。よし、ムービー見よう。なんだ。ブーン。あ、増えてる反乱軍。ダメだ。ふざけんな。もう乗れ乗れ乗れ。それとも乗って自動で爆発するってやつならもうどうしようもない。大丈夫だ。余裕。とか言ってたらサムが飛んできたりして。だからそれ最悪。これもしかして最初からヘリ置けたのかな。めちゃめちゃ楽やんけ。ただ降りても敵はいるからちょっとそこを気をつけないと。出た。はい、降りろ。いや、怖。あ、強え。ステルス武器じゃないともうこんだけ強いな。インタラクトしちゃうか。入れる。入った。オッケー。さあどう変わる。楽しみ。これスキップしてダメだよな。ダメ。両手を上げろ、早く。カンマワンが残念ながら今手が塞がっている。どこなの。顔を見せて。置くんだ。いいだろう。アディアス、セニョールカタリ。撃たれたくないんだったら5秒以内に膝をついて手を頭の後ろで組んで。電話に出た方がいいぞ、ボーマン捜査官。頭の後ろ切り傷あったっけ。え、はい、セニョ。はい、はい。あの、意味がわかりません。しかし、それはできません。ですから、それはお願いします、私は。でも、はい、わかりました。どうしたんだ。ボン全面面積よ、こいつ取引して。誰と。誰って司法省よ。おい待てよ、まさか。他のカルテルの首を4つ差し出した。ヘロインを密輸してるテロ集団も。ライバル組織か。お前一体何をしたんだ。だから言っただろ、力があれば他はついてくると。さて、申し訳ないが、セニョーラ・ボーマン、昨日までは敵だったかもしれないが、今日は私の運転手だ。上司のところに連れて行け。ごめんなさい。お、変わったね。変わったね。撃ってない、やっぱり。
NOC カレン・ボーマン、ボリビア計画作戦報告。公式にキングスレイヤー作戦は成功したわ。サンタブランカ麻薬カルテルは壊滅、ユニダットは力を大きく落とした。政府内では大規模な改革が起きている。リッキー・サンドバル捜査官殺人事件の捜査は継続してるけど、犯人は無力化されたと確信している。最も重要なのはエルスエーニョという男がもはや存在しないこと。彼は秘密情報提供者 38726B になった。 38726B は正真正銘の情報の宝庫よ。ラスマノス・ムエルタ・カルテルの会計士が先週メキシコの海兵隊に射殺されたのも、アルサイーフのテロリストがオーストリアで先月逮捕された件も、コルシカの銃器密輸商が西アフリカで消された件も、全てかつてエルスエーニョと呼ばれた密告者のおかげ。取引条件は情報を提供し続ける限り新鮮な空気を自由に吸わせてやるということ。当然ながら自分の仲間は売ってない。どれも奴のライバル組織の関係者よ。でも古い格言通り、敵の敵はそれでも敵ってこと。奴の見返りは何か、邪魔な奴を排除すること以外で。フロリダ州パインクレストの高級マンションね。無料の食事、50ドルの日当、そしてペイパービューが見放題。全て税金で賄われてる。もちろん自由なんて曖昧な言葉よ。奴の生活は24時間監視下に置かれ、住み込みの護衛官に全部屋カメラ付き。元麻薬王がどんな風に用を足すか知りたい？そんなに面白くないわよ。どうせこれはほとんど黒塗りされるから、私が未来を予知してあげる。そうね、いつかは終わる。情報が尽きれば CIA は承認保護プログラムの費用を出し続けるはずがない。よくてメキシコが遅まきながら引き渡しを申請し、奴は1週間ほど服役した後、見張りのいない洗濯物用トラックの荷台に消えるってところかしら。悪ければ奴を放免することになる。東ヨーロッパの片隅で数週間バカンスした後にエルサルバドルへ。新しいカルテルを始める。エル・レナシメントっていう名前でね。再生って意味よ。それからペルーに行って、そこのコカ取引を乗っ取る。でも今度は商売の手を広げ、覚醒剤の製造、中東からのヘロイン、 MDMA、 バスソルト、ステロイド。飲みたい、吸いたい、注射したいユーザーがいれば、奴は製造して運んで売る。そんなことはさせない。私が奴を待ち受けてる。私と私の仲間が、工作員たち。姿はなく音も立てず存在すらしない。それでも悪夢に出てくる連中よ。ボーマンアウト。おー、俺たちの戦いはまだまだ終わらないっていうエンディングだね。そういうパターンだ。結局何度捕まえてもまたカルテルとかやっちゃうから、そしたらまた我々行きますよっていう感じだわ。ほう、つまり殺すことはできないんだね、どんなに頑張っても。こっちのエンディングの方がいいですね。そうだね、こっちのエンディングの方がいいね。まだだね、まだね。まあさすがにションベーンするところを監視カメラで見られたくないけどひどい。さすがに生活全部カメラで監視ってやだな。な、日当50ドルの日当があってもすげえいい暮らしが待ってても、あれ？あん、ううちょっと待って。いや、出てきたらこれだもん。うわっ、ひどくね？いって、めっちゃ囲まれてる。ああ、ええ、わら。でまあともかくゴーストリコン、ワイルドランズはクリアです。クリア。別に別エンディングが見れたところでトロフィーがアンロックされるとかそういうのは特にないんだけどなかったね。とりあえずエンドはちゃんと見れた。うん、これをあのちゃんと全て勢力
破壊せずにやってると最終的にはあの片っぽのボーマン バッドエンドみたいなものしか見れないということ。うん、つわけだ。ああ、おめでとうございます。ああ、終わったな。随分長いことやったけど、あの一番の謎はさ、あのパックが裏切ったってなって、なんでパック生首になってんの。なんで死んでたのか、なんで死んでたの。優秀なヘリ供給者。なぜあなたは最後生首になっていたので、結局その捜査官も大使館を爆破した明確な理由とかがよく分かんなかったんだけど、うん、だからもしかしたら次回作もエルスエニオがいるかもしんないね。またいいのかよ。何度でもやるって言うたら。絵文字絵文字どうだろう。はあ、勢力図、はい、オールオッケー。あとはティアとかがあるけど、めんどくせえ。いやわ、いや、終わるか。じゃあゴーストリコン、おーす、これいつ出すことになるかな、わかんない。かかりそう。終了です。お疲れさんです。ボカーン。